なのでもし喋りづらかったりしたら、はい、とっても大丈夫です。あ、入りました。FM 機能はツイキャス、あ、そうか、キャス配信中のところ、上が、はい、新しくからコメントを使うことになります。このキャス配信中っていうのも出てる、あのツイッターに今上がってて、でこれが通知みたいな、ツイキャスの、うん、メールくださいねって感じ、はい、ぜひ皆さん早速今高坊さんと、高坊さん、うん、じゃあ始まりますね。はい、じゃあ行きますね。時刻は10時30分を回りました。水曜日のブランチの時間です。お相手はさとみです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。はい、それではここで1曲、パフュームでチョコレートディスコ。何かあるのかなと思ったら、うん、ちょっとこれパフィーを思い出して、ですね、
カメラのエジソンをかけて合図して、それを BGM にしながら喋りますかね。で、なんか水曜日のブランチをお届けしてますみたいな感じで入って、そこから一緒に喋りましょうか。あ、そうですね、はい、じゃあ20秒で CM が開けます。水曜日のブランチをお届けしています、はい、今日で2回目の放送ですが、そうですね、1週間経つの早いですね、はい、あっという間でしたね、はいはい、早速じゃあツイキャスのコメントをちょっと紹介しましょうか。はい、高坊さん、こんにちは、おはようございます。あ、こんにちは、おはようございます。はい、そしてまゆうさん、こんにちは、先ほどはどうもどうも車で聞いています。あ、こちらこそありがとうございました。初対面でしたが、ね、本当に、うん、面白い方でしたね、はい、なんか朝も YouTube 見てくれてたんですよね。そうなんです、ちょうど見てて、はい、はい、なんかね、泡盛の女っていうコスプレなのかな、うん、やってましたね、はい、すごいなんか帽子もつけてて、はい、あの帽子も結構すごい、なんていうんですか、あ、帽子かぶってましたね。放送の時かぶってた帽子を終わった後に見せてもらったんですけど、はいはい、なんかすごく手書きでした。あ、手作りなんですか、で帽子も、うん、お、見せてもらえばよかったでちょうどもう着替えた後だったので、ね、うん、あ、そうなんですか、あ、ちょっと早く来たらよかったかな、はい、でもよかったです、うん、はい、ね、はい、あ、高坊さん、ありがとうございます。スマートレター、あ、届いてました。私に、はい、これ業務連絡ですね。あ、ありがとうございます。ということで、今日は曲をお届けしたじゃないですか。はい、そうですね。はい、パフュームのチョコレートディスコ、はい。来週がバレンタインということで、ちょっとかけてみましたね。はい、気づけば、はい、1週間切りましたよね。そうですよ、来週の火曜日ですよね、はい、はあ、なんかあります、思い出ありますか、バレンタインの。バレンタインの思い出は、でも私は結構小中高くらいかな、もう学生の時は毎年、はい、なんていうんですかね、このバレンタインの時期にしか出ない、はい、ああいうなんか手作りキットみたいなのがあるじゃないですか、はい、よくあの時期にしか出ないので、はい、あれを見て、でなんか誰にあげるわけでもなく、ただ作って友達にあげるっていう。手作りするんですね、もなみさん。割とあの時はやってました、うん、今は全然やらないんですけど、手作り、はい、あ、私手作りってやったことないんですよ。あ、ですか、だから今年はちょっと子供と、うん、あの息子がいるんですけど、はい、息子とあのクッキーを作ってみようかなと思って、チョコレートじゃないんですけど、はい、あ、でもちょっとカカオパウダーとか入れて、うん、チョコクッキーにしてみようかなってちょっと思ってますけど。いいですね、うん、お子さんとお菓子作りはあんまり。去年、あ、でもクッキー作ったことあります。やっぱ型取りするのがすごい子供って好きじゃないですか、ですよね、そういうの、うん、だから、うん、今日も今年もやってみようかなって思ってて。お、なるほど、うん、あ、じゃあそれまでは割ともう、あ、私全然作ったことない、はい、そうなんですね。どっちかって言うとやっぱ買って、うん、買って、友チョコとかいうのもありますよね、はい、あ、そう、だからどちらかというと私も、うん、なんだろう、作ったのとか、まあ、買ったとしても友達と交換する、なんか友達と交換するのが確かに高校生の時とか、うん、あ、でしたか、やってました、うん、そういえば私もやっぱりその中でも、うん、やっぱ綺麗に作ってくる子いるんですよ、トリュフチョコレートとかで、うん、結構みんなに配ってたりとかして、はい、あ、ですよね、うん、そう、高校の時とかはもう、ね、うん、私も友達とあれでしたね、うんうん、ね、しかも高校の時クラスが女子クラスだったんですよ。あ、女子校、男子が、あ、女子校ではないんですけど、うん、ではないけど、私のクラスだけ、うん、あの学科がちょっとあんまり、もともと
男子がいない学科だったので、はい、私のクラスだけ女子クラスで、うん、あそうなんですね、うん、だからもう本当にそれこそ女子同士の、うん、じゃあ盛り上がりますよね盛り上がります何かそうですね、うん、ねえやっぱ上手な子は上手じゃないですか、はい、うん、毎年クオリティにおーそう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 多分料理とかね、はい、そういうお菓子作りが多分好きな子はもう小さい時から好きですよね、はい、うん、うん、かもしれないです、うん、そうそうそうですね、うん、あコメントもちょっと来てますね紹介しますね、はい、高坊さんから国生さゆりさんの歌しか思い出せないって、はい、バレンタインは私もそうだったんですよ、うん、でちょっとチョコレートに関する何かあるかなと思った時に、はい、パフュームさんのチョコレートディスコもあるなと思ってかけてもらいました、うんうん、あなるほど、うん、でこの歌もでも結構バレンタインになったら聞く感じがしますよね、うん、なんかね聞きたくなってきますね、うん、ですねそしてエマさんからありがとうございます。 ありがとうございます、私はバレンタインに浮かれている男性たちにデスソース入りの手作りチョコを3年ぶりに配ります。あ当たった方だ方は、ね、どんな味なんですかね。どんなデスソースってどれくらい入れるんですかね。ねえ、3年ぶりにってことは前まではやってたんですかね。やっててやっぱコロナ禍でちょっとそこも自粛モードだったんですね。すごいじゃあ今年から復活っていうことで、すごいですね、またね感想を聞かせてください。はい、そしてそんなエマさんですが、まあ、バレンタインといえば私のドッキリを発揮する時だったらしい。あなるほどすごい面白い。瓶半分、な何をタバスコとかですか、ね、デスソースってどんなあれなんですか、ね、タバスコみたいなイメージしか、ね、私も辛いイメージないんですけど、すごいすごい口からって高坊さん、炎が、ねね、なんか甘いと思いきや辛いっていう、ちなみにさとみさんは甘いのは好きですか、はい、あもう大好きで、もうチョコレートはほぼ毎日食べてますね。昨日もなんか、はい、あのあキッチンカーで最近、はい、グッシークレープさん聞いたことありますか。初めて聞いたかもしれない。結構いろんな各地回ってるクレープ屋さんなんですけど、はい、そこのまた今月から新作で、はい、チョコブリュレっていうのが出たのでそれを昨日食べました。たっぷりチョコ味で、うん、とっても美味しいんですよ。あいいですね。あじゃあ結構、うんそういうキッチンカーとかでも甘いの、はい、結構食べてますか。あいやこのグッシークレープさんだけなんですけどキッチンカーでよく、はいうん、リピートしてるのは。なるほど、はい、なんか生地がすごいもちもちで、なんかね最後まで味が楽しめるんですよね、はい、なんか食感が最初から最後までちょっと違ったりして、うんうん、なんかすごく、うん、おすすめですよ。うんうん、やっぱバレンタインのこの時期とかになるとチョコ系のメニューが増えるじゃないですか、ね、増えますね、うん、そうですね、はいうん、だからちょっとそれもウキウキします、楽しいですよね。とスーパーとかね、うん、限定バレンタイン限定とか見るとちょっと、うん、おっと思いますよね、はい、そうだから私もなんかなんだろうバレンタインイコールそういうなんかこの告白とかそういうのがよくありますけど、はい、私はそれじゃなくて、うん、いつもこのバレンタインになったらの時期になると期間限定で発売される、うん、それが楽しみみたいな。そうそうそう私もどっちかっていうと色気より食い気っていうそっちなので、うん、そうですね、はい、限定ものに弱いですかまなみさん。あ私弱いですねだからとりあえず試してみたいですよね、はい、あそう試して、はい、なんかだけどやっぱり定番がいいかってなりません。ってなります私も結構あのスタバが好きで、はいはい、でなんか元々スタバ の, この新作が結構出るじゃないですか、うんはい、の時にこの新作が出たらまずは飲むっていうのが結構定番化してたんですけど、うん、そうあれ今回も結構めっちゃチョコすごいのが出てて、私もちょっと先週なんだろうなアーモンドミルクのあチョコチョコファン、な、何でしたっけあれ名前、うん、そうショコラ、私も多分それのホットを飲みました。同じものですかね、じゃあそうそうそう、やっぱりね、普通にブレンドコーヒーを飲もうと思って入ったんだけど、はい、新しいのがあると、うん、あ、これかなってね
誘惑に負けちゃいますね。一緒ですね。私もこの定番のなんかもう今日はこれを、うん、とかって言ってもなんかこの新商品のあれを見ちゃうと、ね、あちょっとすごい呼んでますよね新商品が。呼んでますね、はい、美味しいよ美味しいよみたいな感じでなんか、大変ですよね。だからもう期間限定のものが期間限定ってねちょっと本当に、はい、誘惑がすごいです、ですね、本当にこの時期。あ、エマさんから、はい、タバスコみたいな激辛ソースらしいです。あ、デスソース。じゃあやっぱタバスコよりももっと辛くて、うん、それを入れて何に入れるんですかね。チョコ、チョコの中、なんかチョコも手作りいろいろあるじゃないですか、うんうん、な、はい、生チョコとか、生チョコね、なんかこういうトリュフみたいなやつだとか、うん、まあ、クッキーとか、うんうん、いろいろ種類があるじゃないですか。ありますね。何にデスソースを、なんかイメージはトリュフのちょっと、はい、あそっか、空洞とは限らないか、トリュフも混ぜ込むのかな、ね、混ぜ込んで一見やっぱ美味しそうなチョコに見せかけといて、口に入れると、はい、わーみたいな、火が出るって感じなんですかね。ちょっと男性陣からしたらすごいちょっと、ね、嬉しい、まあ、エマさんみたいなこの若い女性からチョコもらえてラッキーって言ってちょっと浮かれてるけどみたいな、ドーンと落とされるっていうこの反応を見るのが多分楽しいんでしょうね、エマさんは。天国から地獄って高坊さんから来てますけど、まさにそうですね、本当本当、正直バレンタイン廃止でいいってエマさん言ってますね。あ、そういう気持ちも込めて激辛。でも確かにこのバレンタインは大きいけど、うん、ホワイトデーってやっぱりなんていうんですか、ちょっとね、またそうなんかちょっと盛り上がりが、うん、下がりますよね、うんうんうん、だからでそれくらいだったらもうバレンタインなくて、うんうん、バレンタイン統一してもいいのかな。あ、確かに、うん、お返しとか別にね、うん、お互いどっちでもね、女性からでも男性からでもどちらからでもいいって感じで、うん、もうバレンタイン一本に絞ってほしいですね、はい、うん、それでいいのかなって感じがします、ね、うん、そうですよね、お世話になった人とかにあげるっていう感じで、うん、エマさん混ぜ込んだ上に中身にも入れますおすごいですね、うん、なんかこういうあの例えばたこ焼きとかもロシアンルーレットとかあるじゃないですか。 あ、はい、ああいうのやったことありますか。あ、ロシアンルーレットはないです。あ、私も、私は一回やったことはあるけど当たらなかったから一応大丈夫だった、時はあります。でも怖いですよね。わさびとかがいっぱい入ってるとかいうものですか。あ、はい、そんな系です。一つだけなんか変なのが入ってる、うん、あ、怖いですね。いや、当たった人は大変ですよね、うん、うわ、もうわさびとかだったらもう脳天突き抜けません。なんかそうって、それどころじゃないですよね多分、うん、そうそうそうすごい、なんか高坊さんからも、男女問わずの日になってますよ ねということで、うん、もうね、そうですよ ね、 うん、ね、来週2月14日ですが、皆さんはあ、ね、皆さんどうしてるんですかね、はい、うん、そっか、周りで例えば学生の時とかに、うん、なんかこのバレンタインの日にこうチョコをあげて告白してる人とかって見たことあります。あ、なんか小学生の時に私の友達がこう好きな男の子にあげたいんだけど、うん、ちょっと恥ずかしいみたいな、どうしようってやってたので、なんかわかんないけど、私がじゃあ私が渡してこよう渡してあげようかみたいなのって私に言ったんですよ、はい、まあ、それはそれ誰々からだよって言って入って渡したんですけど、はい、うん、なんかなんか言わなくていい余計な一言言ってしまって、私がちゃんとホワイトデーにはお返ししてあげてね、はい、とかなんか余計な言ってあげ、ね、言っちゃってちょっとね、なんかどうなんだ、あれ返したのかな、あの人は どうだったんですかね。結果はいかに結果忘れちゃったんですけど、そう、なんか私、そう、友達とかはよくそういう風にあげる子多かったですね。そうなんですね、うん、じゃあ実際にねこうやって渡す、うん、私は間に入る、あ、そう、なんか自分ではやらないのに、はい、こういうおせっかいなことをして、うん、なんかお世話をこの男の子からしたら多分うざいだろうなっていう、
あなるほど。私も小学校の時に、なんかあの靴箱によく入れるとかあるじゃないですか、はいはい、私自身は靴箱にとか一切ないんですけど、はい、やっぱ何名かいたんですよ、この同じ学年とか、はい、別の学年とかに、うん、放課後友達と残ってあのどの靴箱にチョコが入ってるかっていうのを見に行ったことがあります。あ、なるほど。やったことはあります。え、本当に靴箱に入れるんですか？入ってましたよ。みんな、そこまで数はなかった、まあ、本当にそれこそ1個2個とかでしたけど、一応本当に入ってました。で、一回友達が靴箱に入れるのに立ち会ったことはそうそうそう、今思い出したんですけど、どんなしてなんか、うん、そう、一緒に靴の横に置くんですよね。どんなして入れたのかな。でもあの蓋とか全然ない、あの靴箱だったので、そのまま開いてる、そのままパッて入れる感じなんですけど、靴の上に上に、うん、なんか、あ、机の中とかで、ね、私の、うん、はい、時は机の中に入れてることが多かったです。で、なんか投稿してきて、この男子が妙にチェックしてるのを、あ、チェックしてると思って、私も見てるタイプっていうね。やっぱ気になるんだなと思って、ね、でもやっぱそうなんでしょうね、うん、今エマさんからも、はい、そわそわしてるのかな男性たちは、うん、できてるんですが、やっぱね、そうなのかな。ねえ、高坊さんどうでしょうか。そんな経験はありますか？確かにね。そっか。でも確かに、なんかクラスの中で、うん、なんか女子でちょっとなんかこの気の利いた子が、うん、なんか男子みんなにあげるよみたいな、ちっちゃいのとか、うんうん、じゃ用意してる人とかもいて、いました、私の同級生にも。いました、うん、いますよね。なんかね、うん、聞いたら お母さんがみんなに持ってってあげなさいって言ってたから持ってきたっていう人もいたりとか、そういうのとかはもうね、この、うん、公にパーってみんなになんかあげるよみたいな感じでやりますけど、うん、ね、うん、本命にね、あげるっていう、うん、あ、なんか放課後家にわざわざ行って渡すっていう子もいましたよ、そういえば。あ、すごい、うん、好きな子の家に行って、うん、ちょっとピンポンって訪ねて、うん、渡してる子もいましたね、あ、すごい、すごい、今思えば勇気がある行動をしてますね。お家にね、うん、そっか。そう、高坊さんから、会社とかで買う女性もいますけどね、心配ご無用でいてほしいです。気遣いすぎ余計、うん、そうですね。あ、会社では、うん、私が新卒で入った会社では、はい、この女子メンバーみんなでなんかお金集めて、はいはいはい、買うみたいなのがありました。私もありました、ありました、そういうの、うん、そうですよね、ありがちですね。ありがちですね。みんなでやっぱり集めて、はい、なんか一人が代表で買いに行ってくれて渡すみたいな、うん、そう、それがしかもなんか新入社員のなんか役目みたいな感じのやつもあって、あ、買いに行きましたね、そういえば。うん、なんか何買っていいか分かんないくないですか？あ、そうそう、うん、なんかケーキがいいのか、うん、普通に本当にチョコレートがいいのかって、ね、ね、悩みますよね。で、チョコレ甘いの苦手な男性も多いので、はい、うん、ね、ですね、うん、あ、そうそうそう、本当に。あ、そう、それで言えば私もあれですね、あの父が会社で逆にそうやってもらってきたやつを、はい、あの家で父は全部食べるわけではないので、うん、私たちがみんな食べる、はい、あ、確かに、うん、うん、ありましたね。ありがちじゃないですか。あ、はい、ありがち、ありがち、楽しみですよね、買い持って帰ってくるのが。そう、だからむしろそれが楽しみですね。うん、そうそうそう、何個持って帰ってくるんだろうみたいな、でラッキーみたいな。そうそうそう、なんかでもここ最近やっぱりもう小学校でもそういうのやらないでみたいな、あ、チョコレート廃止みたいなところ多いみたいですね。そうなんですね、うん、なるほど。どうなんですかね、今年のね、バレンタインは。どうなんですかね、ちょっとコロナ禍も、ね、少しあの落ち着いたというか、うん、ね、5月からは緩くなるので、うん、それでまたなんか、ね、復活するのか、もう復活しないの か。でも今年 どうですか、なんかバレンタインっていう雰囲気あります？いや、私全然正直感じないんですけど、感じないなと思って。なんかお店とかもそんなですよね、多分、うん、で、うん、スーパー行ってもそこまで、うん、あ、バレンタインかって感じの雰囲気があまり伝わってないというか、ね、な感じがしますけど、うん、
はい、あ、もうあっという間に残りわずかになりました。今日はバレンタインの話でね。あ、そうですね、バレンタイン来週ですね。で、うん、じゃあもう来週のバレンタイン明けた翌日がまた番組なので。あ、そうですね。皆さんからの、はい、またあ、そのエマさんからの、はい、あ、ね、そうですね、激辛、激辛のチョコの感想とか、はい、ぜひぜひお寄せください、ね、教えてください、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。あれでした、もう終わりの時間です。大丈夫でしたか？あ、大丈夫ですけど、本当にこれだけですかね。あ、もう全然これで。あ、そっかそっか、またあ、そっか、この話早いな。ええー、って話してた、結構早いんですよね。早いですね、うん。歌が、曲が大体5分くらいですか？あ、あれも4分くらい。あ、じゃあ、あらあらあら、バレンタインの期間、あれを探してみよう、はい、この後が音楽の時間なので、はい、ちょっとバレンタインのプレイリストを入れたいと思います。木村カエラのチョコレートっていう歌とかもあるので、最後。